ひ田たくじ石碑、ひだ二くじ2月2日から九百六十三年五月六日は、日本の政治家、広島県選出の衆議院議員。当選四回。十四位、君さん等父は、広島県議会議長のひ田達之の弟は、広島県海田市長長のひ田こうじ。老いに NHK チーフプロデューサーで、NHK 奈良放送局副局長のひ田テラス 大いに、複数の東証上場企業で大株主になっている、実業家の日田厚氏、日本航空健康保険組合上無理事で、保険者機能を推進する、会代表の日田厚氏がいる。広島県出身。大正時代に、板垣大助が相談役として参加した、立憲青年自由党を率いた首脳であり、原隆と犬飼い武史の両首相を講演する。 声優会員外団の中核として一世を風靡した政治家。当時、青年性格として20代で名を成していたのが、日田兄弟と橋本徹馬場であった。1920年、立憲声優会公認で中選挙区政治代の旧、広島県第2区から第16回衆議院議員総選挙に立候補して初当選。以後総選挙に通算当選4回。 1930年の第17回衆議院議員総選挙と1932年の第18回衆議院議員総選挙では落選したものの1936年の第19回衆議院議員総選挙から連続3回当選した。1939年の政友会分裂に、際しては、久原ふさのすけや鳩山一郎らと共に正党派に属し、1940年の 政選間鉄議員連盟結成に参加、政務調査会で副会長を務めた。1942年の翌3選挙では、非推薦候補として、当選、衆議院停止委員長に就任した。1943年、衆議院運輸委員長に就任。戦前は、声優会政優改正党派内でも区原に近かったことから、戦後は、日田と、 同じく声優会政党白原系の岡田忠彦、つくも国里、西村茂雄、東条忠志らと共に、院内会派、無所属クラブの結成に参加した。1944年、台米戦争に反対していた日田は、議員役員会で打倒登場内閣を宣言し、竹地祐樹、聖法里馬、馬場元春らの連番状を集めて、圧力をかけていき、 東条内閣を総辞職に追い込んだ。1946年から1952年まで GHQ による公職追放となり、1954年に鳩山を総裁として結成された日本民主党で相談役を務め、1956年には自民党広島県支部連合会を結成し、初代会長に就任した。晩年まで政財界の重鎮として君臨していた。 有力者として知られ、歴代総理大臣をはじめとした政治家は、もちろんのこと、全日空社長の岡崎和平太、NEC 社長の梶井剛、富士重工社長の横田忍などの財界人とも、信仰が深く、各界の著名人や、皇室のご意見番であり、日本の黒幕と呼ばれた思想家の安岡マサツとは、旧知の中であった。t ドラマ化もされた、小説家では、 ひだ家が、石田だ家という金で登場している。元あざぶに、ひだ御殿と呼ばれた約600坪の本邸を構え、ひだ一族の保養所として利用された軽井沢と熱海の格別層には、住み込みの管理人。1963年、君三当局日中受賞を受賞。ひだの功績をたたえて、広島県港町公園に建てられた石碑が、2011年の改修時に、 国道31号線沿いへ移設された。2016年にニュースメディアの記事で、日田の著書が歴史的人物と同世代に生きて、直に交流があった日田氏が語る廃線までの政党工房の歴史は臨場感があり、教科書や歴史書の白製のような記述に、血が通い、生きて、動き出すような感覚を受けると評された。ありがとうございます。